世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。この座間でのホームゲーム、初戦を勝つことができてすごく嬉しく思っています。また、石川選手の復帰戦というか、T リーグ参戦初戦でしたので、石川選手自身も勝てて、チームも勝てて、この後いい流れで、リーグ戦を戦っていけるんじゃないかなと感じています。経験と、リーダーシップを持った選手ですし、戦型的にも経験的にもいろいろな、なんていうんですかね、起用の仕方ができて、もう圧倒的なこう存在感があるなと感じています。今日は復帰初戦ということで、シングルス限定の出場ではあったんですけども、今後は、チーム的にはいろいろなことが考えられるのかなと思います。現場のコーチングに関しては、ある程度こう女子にフォーカスして、取り組むことができました。一応この直前3日間も、事前合宿的な形で、招集できる選手、来ていただける選手に来ていただいて、この試合に向けてこう対策練習をやることができました。今後もそういった形で、やれるのかなとは思っています。はい。